おはようございます。あ、おはようございます。あ、どうもどうも、おはようございます。カズチャンネルのカズでございます。何でも形からでいいよね、まずはね。うん、なんかね、ほらサングラスしてた方がさ、ほら早そうじゃん。どう、えいちゃん。うん、早さ。前よりなんかポタポタが良くなったくない？ちょっともう痩せたよね。前の動画結構ポタポタすんかったよね。最近食生活頑張ってるもんね。ね、重量感がね。ほな、本日もね、先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。気は重いですが、え、しっかりやってくださいね。はい、なんか光るもの見つけれました？前ないですね。今日は光らせますんで。そう、カズさんのいいところは努力することなので。あ、はい、うん、頑張りましょう。はい、頑張ります。お願いします。まず、ま、前のチュビット見てない方もいるだろうからね、今短距離の練習してるってわけで、まず一回走った方がいいのかな。ジャンプ走る、フォーム的な短距離ダッシュみたいな。あ、どんな走り方をしてるか今現在ね、見せてあげたら。もうちょっと、ほらほら、カメラマン、よーい、ダン。はい、気持ちは ロケットですよね。ロケットだけどやっぱ、ね、バタバタだね。まだまだフォームが、うん、またこれからですよね。まだまだ長いんで。はい、ほな、まず最初は前回やった両足ジャンプやってみましょうか。いくぞ。はい、降ります。あ、ちょっと良くなったね。で、終わったらせっかくだからちょっと走るといいよ。あ、はい、頑張ります。この間より間隔狭くしたからやりやすいでしょ。はい、行きますよ。慌てすぎ。大事なポイントは前に前にじゃなくて上に上に。あ、ゆっくりでいいから。わかりました。そしたら勝手に前進むから。行きますよ。うん、そう、もっともっと上。先生、あ、なんか全然良くなってるよ。今日なんか自分もなんか輝いてるなって、なんかちょっと感じてきましたね。輝いてはないで、なんか今日見つけれるような気がします。頑張って。はい、なもうもう行きますか。新しいやつ行きますか。取り組んでいきますか。じゃあ次は、はい、口で説明するのすごく難しいんだよね。あ、大丈夫です。なんとなくなるんで。この間の桃揚げあったでしょ。はい、それを振り下ろす。あ、簡単ですよね。こうっすよね。そんな感じなんだけど、大事なのが、もう一回やって、ゆっくり。こっちの足、軸足っていうのか、軸足、はい、ちょっと曲がってるのをもっとピンとして、そうです。で、こっちの膝にくるぶしが来るぐらいしっかり上げて、はい、そうこう、はい、でもつま先は上げる。はい、硬い。はい、先生カメラマンもブレほら、もう視聴者寄っちゃうから。もういくぞ。もう今の分かったで。もう一回やって。いくぞ、上げて、そうこれやろ。で、振り下ろす、振り子のように振り下ろすんだけど、着地するときにこの辺で着地。うん、わかりました。いい？はい、この辺で着地。はい、さっきのはベタってなってる。はい、それよく足を前につかない。いきますよ、ここでしょ。これすごい難しいよ。こうして、こうして、うん、そう要はそれを、ちょっと一回いい？カメラ。はい。あ、先生ありがとうございます。もうなんとなく分かってきたんですけど、うん、こう上げて、こうして、こうですよね。うん、要は腕もちゃんとつけて、そうなんかイラッとするな。それは個人的な感情じゃないですか。今の先生の、ね、真面目にやってね。もっとフラッと見てください。分かった、うん、軸足曲がってるでしょ。一回軸足ピンだよ。そう膝を上げるときに腰がグニって、あ、分かる、はい、それダメなのよ。腰の位置はもうキープ。そうだから体幹鍛えないと陸上はダメです。あ、はい、頑張ります。はい、はい、行きますよ。一回やってみようか。はい、で参ります。うん、何でも挑戦だから。はい、腰の位置が低い。もっと、そう上げて、そういいよ。伊藤秀明っぽいよ。ちょっと荒れるってコメント欄が。やめて。行くぞ。はい、軸足曲がってるわ。あとね、着地したらズリって言ってるでしょ。はい、じゃなくて着地したらすぐ上げる。あ、はい、行きますよ。すぐ上げる。そうすぐどうしよう。この練習やめよっか。ちょっと難しい。え、あの太もも上げからやり直そう。はい、また今度でいいですか。焦ることないよ。はい、
なまた次回は太もも上げ練習ってことで、うん、まあ、最後に多分今日ので良くなったから、あの短距離で皆さんとお別れいたしましょう。頑張って、はい、まあ、行きますよ、はい、よーい、ダン、よっしゃ、ダン。